都市住民が農村や漁村に滞在し、そこでの体験を通して地域の自然や文化に触れる旅、グリーンツーリズム。ヨーロッパ発祥のこのスタイルは、新しい旅の形として今全国の関心を集めています。農村の持つ可能性にいち早く注目し、グリーンツーリズムの先進地として脚光を浴びているのが大分県安心町です。大分県北西部に位置する人口およそ8600人の町、宇佐市安心町。豊かな自然と清らかな水に恵まれたこの町は、至る所にのどかな田園風景が広がっており、大分県を代表する農村地域として知られています。安心町は朝晩の気温差が激しい盆地、その特性を生かしたブドウ栽培が盛んに行われ、西日本有数のブドウ生産地としても有名です。この町が全国に先駆けて掲げたグリーンツーリズム推進宣言、農家体験や農村民泊など町の特徴を最大限に生かした取り組みが進んでいます。平成8年度に研究会ができまして、その年の9月にワイン祭りの時に実験的に行いました。そしてその年の11月ですかね、初めて、ヨーロッパ研修に出かけました。ただドイツではですね、8年止めるまでは許可もないそうです。税金取らないそうです。そのくらいもう優遇してるんですけどね。だからもうこの農業を守るためにはグリーンツーリングが必須、当たり前なのね。あ、これだなと思いました。それで、それ目標に頑張ってたんですね。研究会の会員である矢野さんのお宅、ここに毎月一度のペースで訪れているのが上田さんです。この家から近くの川へ釣りに出かけるのが毎回の楽しみです。矢野さんは夫婦揃って農業を営む傍ら、農村民泊の受け入れをしています。福岡県在住の上田さんは暇があればこの家を訪れているんだそうです。流線艇に対してね、僕は教習がある。なんとなくね、我が実家に帰ったような気がするね。安心のグリーンツーリズムの特徴はこの会員証。一度訪れた人は自動的に会員として認定され、宿泊先の受け入れ過程でメンバーズカードを受け取ります。1回泊まると遠い親戚、10回泊まると本当の親戚。親戚をもてなすようにありのままの生活の中に人を迎える、これが安心流農村民泊の共通理念です。先生はもう交流とかね、お一人暮らしやからここ来てお話ができるとかいうの交流とか、だから子供たちが入るのは子供たちと一緒に一緒の食卓を、囲んで食べるとか、作ったもの一緒に作って食べる、それがとてもね喜んでる子供たちはね。研究会発足当初、農家での宿泊にはさまざまな法の壁が立ちはだかりました。旅館業法や食品衛生法、消防法など、人を泊めるには多額の資金と厳しい審査が必要だったのです。法的な認知を得るまでやっぱりうちの中も結構揉みましたよ。
こんなことをしようというんかしかって試行錯誤の結果生み出されたのが会員制の農村民泊という形。グリーンツーリズムに夢を託した人の輪が広がり、立ち上げから6年目には県の規制緩和へとつながっていきました。現在いつでも宿泊できる農家は17軒、その他にもイベントなどの時には33軒の家庭で受け入れる協力体制ができています。各農家は空いた部屋を宿泊所とし、負担のない形で受け入れることを基本としています。アジムのこうした取り組みは全国でも知られるようになり、農村民泊や農家体験の参加者は年々増加しています。また町内のスーパーや直売所の売り上げが上がるなど、波及効果も広がっています。農家は個人的に宿泊をやってですね、儲けるということなくて、みんなが手をつないでですね、村全体が、町全体が一歩上がるというのがグリーンツーリズムだと思ってます。こうした取り組みが評価され、アジム町のグリーンツーリズム研究会は平成18年度の地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。ここ数年、農村体験を学習の一環として利用する学校も増えています。北九州の篠崎中学校2年生131人が1泊2日の農村体験にやってきました。26のグループに分かれた生徒たちはそれぞれの家庭で2日間を過ごします。町の中ではこういう農業体験ができないと思うんですね。だから農家の人がやはり一生懸命、作る、農作物を育てる、それで収穫する、そういうのはやっぱり人間の生きる基本でしょうね。以前夫婦でイチゴ作りをしていた重松さんのお宅、手作りのイチゴジュースが振る舞われています。乾杯。うめえ。鼻についた。重松健介さんと重代さん、平成13年から受け入れ農家となったお宅です。いちごもやめたし、田んぼももう縮小してしまったし、椎茸前作りよったけど椎茸ももうやめたし、ということでもう主人も70超してるしね、朝でももう、そんなに早く起きんでいいわっていうような感じでね、老け込むと思うんですよね。これしてたらやっぱある程度シャキッとなるというかね。じゃがいも掘りのお手伝いに畑へ出た6人。土の中から大小さまざまなじゃがいもを掘り起こします。また壊れた。だいぶ慣れたけど、人を受け入れるのかな、農作させるのがやっぱちょっと初めは勇気が、食事をしたりな、から仕事をしたりするのがやっぱ楽しい。この日の収穫高はケース3つ分、大量です。こちらは宮川さんのお宅。今年収穫した自宅用の玉ねぎを1年間吊るして保存するために紐で結びます。こういったことがあるのねとか言われると、あ、そうか、これも一つのあれ、他の人にとっては感動なんだなというのがね、この周りにしじみとかいるんですよ。そのしじみ掘って感動してね、お味噌汁食べて喜んだりとかあるんですよ。宮川さんはアジムのグリーンツーリズムに最初から関わっているベテラン農家。毎回さまざまな体験メニューを用意します。こ
こんなに苦労して作ってくれてるのを毎日食べてて、もうなんかちょっと申し訳ない感じになりました。自分たちが住んでいる町では体験ができないことをさせていただいているので、とてもやりがいがあります。あ、でもゴレンデルの特徴というのはもう各農家が受け入れるの、他のところは違うの、大きい学校の団体が入っても一緒に学芸体験をしたとか料理をキャンプでお話ししたとかするじゃろ。そして、夜泊まるのが各農家に分かれてそれじゃろ。あそこの場合もメニューが全部違う、その家によって。重松さんのお宅では夕食の準備が始まっています。その日収穫した野菜や地元名産の食材を使ってみんなで料理します。いただきます。旅館でも民宿でもない、ごく普通の農家で家族同様の時を過ごす。こうした中から生まれる交流が安治無に足を運ぶリピーターを増やしているのかもしれません。安治無の若い世代が中心となって企画しているイベントがあります。名付けてマイマイ物語。行きつけの農家を作ろうというテーマで、お米作りや川遊びなど年間を通して安治無を楽しめるメニューを提案しています。今回は大人から子供まで42人が田植えに参加しました。お米を育てて味わうまで米作りの過程を知る、都会の生活では経験することもできない貴重な時間です。田んぼの感触が、まあ、毎日通ってるんですけど、初めて入ってみてとても気持ちが良くて感動しました。お待ちかね、ご飯の時間。地元の食材をふんだんに使ったメニューが並びます。自分の物語なんで、自分で作っていくって主体的にこうやっていくっていうところがやっぱり今までこう継続してるし、やっぱりリピーターの率もすごく高いし、やってる側としても意味があるかなと思うし、スーパーに並んでるものが結末しかわからないんですよ。途中過程をですね、やっぱりこう一緒になってやっていける、でそういう農家の人もやっぱ再発見できるっていう意味ではいいイベントだと思いますけどね。食を通じて人と自然の関係を見直す、こうしたスローフードの考え方はさらに広がりを見せています。農村民泊を行っている時枝さんは今年4月農家レストランをオープンさせました。美味しい食べ物が今こう消費者に届いてないんじゃないかという、私受けるっていうか農泊を受けるにあたってですね、すごくこう感じるところがありまして、農家で作ったものをそのまんまお届けして食べていただくっていうのを、私自分たちが生産者が伝えていきたいなと。昔ながらの技術や知恵を生かして、あるがままの生活で訪れた人をもてなす、そこには忘れかけていた自然との融和があり、何よりも迎えてくれる人の笑顔がある。農業に新たな価値を見出した安治無の未来はその可能性を広げていきます。